はい、皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日はですね、腹筋をすると腰が痛くなるという方へ向けて、その原因とですね、改善方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、私のクライアントでも結構いらっしゃいます。腹筋をすると全く腹筋がしんどくないというパターンの方、そして腹筋をすると腹筋しんどくない、そしてただただ腰が痛いだけというパターンですね。はい、こういう2パターンあるんですけども、まあ、どちらも原因は基本的に同じだと考えています。そして改善方法も、まあ、原因が同じなので改善方法も同じというわけですね。はい、ではまあどういうことかっていうのを一回見ていきたいと思います。まずですね、腹筋運動をして腹筋が全然しんどくないという方、こういう方はじゃあどこかはしんどいわけですね。何かしら運動をするわけなんで、じゃあどこがしんどいかっていうと、太ももの前、そして足の付け根ですね。はい、なので腹筋運動をして太ももの前とか足の付け根が、しんどい方、腹筋よりもですね、腹筋よりも足に来てる方っていうのは、腰が今痛くないにしても注意が必要です。そしてもう一つの方は、どこもしんどくないけど腰が痛いだけっていうパターンですね。はい、足の付け根がしんどいわけでもないし、腹筋をしてるんですけど腹筋がしんどいわけでもない、ただ腰が痛いのに耐えてるだけということですね。これは非常に危険です。はい、腰を痛めるので、しっかりとね、改善方法を覚えていただいて、ちゃんと腹筋がしんどくなるような腹筋運動をされることをお勧めします。この2つのパターンがあるわけですけども、要は原因は同じです。腹筋運動をする際にですね、腹筋を使わずに足、太ももの前とか太ももの付け根で、要は力を出しているということです。そしてそういうことによって、太ももの前とか足の付け根っていうのは全部骨盤に筋肉がこうついていますので、ここを主に使うということは骨盤が前傾すると、骨盤ですね、骨盤が前傾するという動きになります。骨盤の前傾というのは要は腰が反る方向、腰を反る動きになっているということです。はい、そして、それに伴って腰を反りながら足の筋肉を使いますので、足はもちろん疲労してきます。そして腰が痛くなります、こういうことですね。なのでその反対、改善策としてはその反対をしていけばいいわけです。なのでできるだけ太もも、足の付け根の筋肉を使わないようにポジションを取っていくということ、そして腰が反らない、骨盤の前傾ですね、腰が反るっていうのは骨盤の前傾ですが、次反対ですね、骨盤の後傾、要は腰が少し丸くなるようなポジションに持っていくということ、この2つがメインで改善策となります。ではどうやってそういうポジションを取っていけばいいのか、どういう腹筋運動をしたらそういう方でもしっかりとお腹に効くようになっていくのかっていうのを実技を交えてこの後解説していきたいと思います。はい、ではここから実技に入っていきたいと思いますが、まず先ほどのように腹筋運動すると太ももの前、付け根がしんどい方、そしてもしくは腰がただ痛い方、こういう方はですね、一つの動作をしていただくとある程度予想がつきます。なのでまずその動作をしていただいて、今ねそういう症状が出ていなくても今後出る可能性がありますので、まず自分の状態把握していきましょう。はい、では今からやるチェックですね、チェックの動作を皆さんもやってみてください。はい、ではまず完全に上向きに寝転がります。足も伸ばして手も伸ばしている状態ですね。完全に仰向けに寝転がります。でそこから見えやすいように左足でやりますが、左足をですね上に持ち上げたり下げたりします。いいですか。この時にもちろん足の付け根を使って足は上がるんですが、それと同時に腹筋は一緒に働いてるはずなんですね。なので足を上げると腹筋がかなり収縮してきます。これが腹筋運動すると足の付け根がしんどいという方は、この上げた動作の時に腹筋が入らない可能性があります。で腹筋が入らないということは腰が反ってる状態になると腹筋が入りません。なので腹筋が入らず、腰が反ってる状態ですね、腹筋が入らずこう上げてると、ここは使ってませんので足の付け根がしんどくなります。私もしんどいです。腹筋を入れずに上げ下げしてると足の付け根しんどいです。なのでこれが原因ですね。
はい、それと、まあ、この状態になっているということは骨盤前傾して腰が反ってますので腰痛痛みを誘発しやすいです。なので、これで腰が痛くなるというパターンですね、はい、なので原因は基本的には同じです。こうした時この足を上げた時に腰が反るからお腹力入らない、足の付け根だけしんどいということです。なのでまずこの動作をしてもらってしっかりと腹筋に力が入っているかどうか確認しましょう。で、もちろん問題が出ている方ほとんどの方、おそらく腹筋に力入ってません。いいですか。で腰が多分反ってると思います。ここがこう間がすごく空くっていうことですね、はい、腹筋にしっかり力が入ればここ間全く空きません。完全に閉じている状態になります、はい、これが自然と作れれば OK ですが自然と作れない方は改善のエクササイズをやっていく必要があります。ではここまでまずチェックしていただいていいでしょうか。はい、では先ほどのチェックで腰が反ってしまっている間が空いている、腹筋に力が入ってなくて足の付け根がしんどいという方はですね、腹筋運動をこういうふうに変えてみましょう。ポジションが大事ですね。まず椅子でも、ここではベンチ台を使いますが、これが椅子であっても、ベッドであってもですね、何でもいいんですが、こういう形で足を上げれるようにします。ですか。こうすると、まあ、大体90度、まあ、90度までいかなくてもいいですが、こういう感じで足を上げれるようにしますね。そうするとこの足の付け根っていうのはもう完全にリラックスします。これ力入らないですね。入れようと思っても入れれません、はい、なのでこの状態がベストです。そして足を上げることによって腰も反らなくなりますね。多分ここぴったりくっついてると思います。この状態で腰を反ろうとすると足をギュッと踏みしめないといけませんので、普通に足を置いてるだけでは腰は反りません。いいでしょうか。この状態に持ってきて腹筋運動をします。顎をしっかり引いた状態でおへそを覗き込むですね。こういう形でゆっくりで、で頭最後まで置かずにですね、頭は上げたまま止めてまた腹筋をします。いいですかね。でこれでもしんどい方は、タオル、よいしょ、タオルなんかを使いまして頭の後ろにですねこう置いてもらって少し手を引っ張りながら上げてきます。ですかね。やっぱり頭は重いのでこれがどうしても顎が引けない方もいらっしゃいます。そうするとまた腰が反ってきますんで、顎はしっかり引いた状態にしてここですね、間が開かないようにする必要があります。なのでしんどい方は頭の重みがもうどうしても耐えられないという方はタオルで補助してあげて、まあ、少しねこの手の力を使って上に上げていきます。そうするとしっかりと腹筋に入って太もも足の付け根は全くしんどくないはずです。そして腰も反りづらいポジションにありますので腰も痛くならないはずです、はい、こういう形でこの状態で腹筋をしっかりと鍛えてあげて腹筋にある程度力が入るっていうのが体がですね覚えたら、いわゆる普通の腹筋ですね。こういうベンチ台椅子を使わずに自分で上がれるようにしていきます。こうするとやっぱりまた足の付け根腰が反って痛いという方は先ほどの足を上げたポジションを続けて継続してトレーニングしていくようにしましょう。はい、ではそしてもう一つの方法を紹介します。次は座った状態でできるものですね。座った状態でですか。ここから両足を床から上げるとですね、体が後ろに倒れそうになりますよね。上げるとこうなります、ね、でも倒れないようにしないといけないので自然と腹筋に力が入るはずです。
ですね、腹筋を使わないと後ろに行きますので、自然と腹筋をね、体を入れようとします。なのでまずは足を上げるだけでも腹筋に効いてくるはずです。はい、そしてそれと同時にですね、腹筋とともに働く内ももですね、内転筋といいますが、腹筋とともに内転筋は働きますので、こういったボール、まあ、もしくは枕なんかでもいいんですけども、何かこうちょっと挟めるものですね、柔らかくてちょっと挟めるものを太ももの間に置いてもらって挟みながら上げると、そうするとより腹筋に力が入りやすくなりますので、上げて下げる、上げて下げるですね。はい、これも腰が反りづらいポジションになります。ただ足を上げるのでもちろん足の付け根、使います、使いますが、腹筋もそれと同時に使いますので、足の付け根だけしんどいという形にはなりづらいと思います。しっかりと内に力を入れながら上げる下げる、上げる下げるをやってみてください。これもどうしてももう腹筋というよりも足の付け根ばかりしんどいという方は、先ほどのエクササイズに戻って、もう少しですね、先ほどのエクササイズしっかりできるようになってから、こっちの座った方をやるようにしてください。はい、いかがだったでしょうか。このようにですね、腹筋をすると足の付け根がしんどくなるとか腰が痛くなるっていうのを、腹筋が弱いからだと思って、まあ、頑張ってですね、その痛みに耐えながら、足がしんどいけどやはり腹筋をしていかないといけないということで、同じように腹筋動作を繰り返すとかですね、足の付け根の、疲労感に耐えながら腹筋運動をするとかですね、あとは腰が痛い、腰が痛いけど腰が痛いのは腹筋が弱いせいなので腹筋をしないといけないと言われて、腰が痛いのにただただ耐えて腹筋運動をするというのはもうこれは地獄ですよね。なのでしっかりと良いポジションをとって、ちゃんと腹筋に効かすように腹筋運動をしないと、いくら形だけね腹筋運動をしないといけないからといってしても本当に逆効果になります。なのでそこは本当に気をつけていただいて、今自分がねそういう症状を抱えている、そういう痛みを抱えているっていう方は、今日の動画繰り返し見ていただいて、しっかりと腹筋に来るところまでマスターしていただいて、その状態で継続をしていくようにしてください。このチャンネルでは私のクライアントからいただいた体に関するお悩みや相談に対して、私がどういうふうに指導しているかというのを主に配信しています。今日の内容が役に立ったと、ためになる、助かったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。